こんにちは。こんにちは。2018年11月の髪型すごいよ。うん、何日だっけ？22日か。22日ポルタガのリスボンにいます。おー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 おお、嘘だろ嘘だろ。おいおいおい、間違い。ミラクルだね。ミラクルだね。おい、また来てこれ。あれ。っていう感じで、なんかいきなり花粉かあれ、なんかわかんない。花粉かな、でかかったね。っていう感じで、今これどこにリスボンのアルファマ地区、うん、の方です。で、あれは 何城だっけ。あれはサンジョルジェ城。サンジョルジェ城が城壁が見える。城壁がありますが、まあ入るのに8ユーロ、うん、ちょっとまあいいかなと思ったんで、下ってたらなんかここなんかいい感じのところがあったんで来ました。あれ何やったの。あ、なんか撮るの。手びらかす。手びらかすので、なんか先ほど手びらかすの、うん、ちょっと喋ってていいよ。そうなんだ。今日は最初なんだ、なんだ、発見のモニュメント、うん、なんかまあリスボンじゃ有名ななんかバスゴダガマとかいるの。そうそう、ザビエルとかマルクス、マルクス、マルクス、エンリケ？エンリケか、エンリケか。そういうモニュメント行って、まあ西の町の西の方、うん、上の方かな、行って西の方で、なんかまあ有名という感じのハンバーガー屋さん行って、サンドイッチ屋さん、うん、まあなんかファーストフードみたいなのを行ってからの隣のエッグタルト、これが多分すごい美味しかったよね、うん、すごい美味しかった。 1.1 お土産も買いました。まさかお土産買うとは思いませんでした。写真はインスタグラムとかにアップするのでぜひぜひ見てください。皮がね、すごいパリッとね、うん、美味しかったです。で、あやさんは衝動買いしちゃいました。何買ったんですか。これポルトガル、リスボンはコルクは言うの。そう、コルクと、コルクとアズレージョっていう、このポルトガルタイル合わさった2つ、1つで2つ楽しめるやつってこと。はい、分かって、なんかまあワインね、開けちゃうからっていうことで、これ何て言うんだろう、1000なんだろう、コルク、コルクお土産、ワイン用の、はい、まあ、実用的なものを買いました。ました。いいお土産。そうで、うん、まあ、後ろボンドで、まあ、多分すぐ取れちゃうけど、コルクにタイルをいただきです。はい、はい、でこの後は下に降りて、うん、修道院とか、修道院、あれ修道院どこか行く、なんか展望台、あっちかな、あっち側、あ、そう、あっち側また雲がすごくなってきたね。あれエレベーターでしょ。あ、そういうこと、あそこってことか。あそこがエレベーター、その奥、どこにあったっけ、あっちに、あっちか、行けたら行きましょう。あっちはすごいんだよね、雲が、うん、今日朝、ね、雨が降ってました。まあでも晴れ男なんで、僕らから晴れです。晴れました。で、夜はベンフィカの試合見に行きます。はい、で、明日、うん、モロコに行きます。すごいよね、あのモロッコに行きます。はい、明日はモロッコから動画を発信するのでぜひぜひ見てください。あやさん全然もう今そっち見てなんかいいことある。ありません。はい、だそうです。いい夫婦の日です。あ、そうだ、今日いい夫婦の日です。僕たちもいい夫婦、知らない、なんで今現在はなかなかいい夫婦、いい夫婦でもこれからもっともっといい夫婦来年にはもっといい夫婦になって、ぜひ家庭を築いてきたらなと思います。世界中の夫婦の皆様、いい夫婦おめでとうございます。もうこれから夫婦になる人もいい夫婦になってください。ここで何か言うことある。今のいる気持ち悪いってまあそれは毎度でしょ。毎か、ね、まあ、でもね、すごいね。あっという間に19日から行って19、20、21、24日目です。あっという間ですね。悪いことが続きますけど。なんでそういうこと言うの。例えば、うん、オリーブの種で全力で歯を負傷したり血が出たからね。でも大元さんまだ治ってきた、うん、他は何があるの、うん、
咳がひどくなって腰がパキッとなる。でもだいぶ良くなったよ、うん、まあ俺もちょっと映ってるけど、まあ無理せず僕たちのペースで体調管理と安全面で一番気をつけて旅を行きたいなと思います。じゃあまあ今日は5分も喋っちゃいました。でまた明日はモロッコに行きます。じゃあぜひぜひ見てください。ブリガード、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 ブリガード。